監督脚本のヨルン・ミクレブスとシベシェンさんです。どうぞ拍手でもらってください。 The director, Ms. ヨルン・ミクレブス・シベシェン。そして主演女優のヨセミン・フリーダ・ペターセンさんです。 And the star of the film is ヨセミン・フリーダ・ペターセン。気づいた、はい、まずはヨルン監督から一言ご挨拶をお願いします。 And if we could start off with a word from you, from our director. Thank you. Yeah, I just wanted to say hi. It's really lovely for us to be here. I just feel so honored to be invited to the festival. And I'm so happy that you came and saw the film. And happy that you will ask us questions.はい、まずはこの度東京へ、作品を携えてやってくることができて、大変光栄に思いますとともに大変嬉しい気持ちでおります、そして今日皆さんとご一緒できること、またこれからの Q&A タイム一緒にご一緒できることを楽しみにしております、作品をご覧いただきありがとうございます。ヨセビンさんお願いします。 From you, ヨセビン。 Thank you so much for watching the film. Just like Jordan said, I'm also very happy to be here and I feel very honored. So, thank you.はい、皆さん今日は作品をご覧いただき誠にありがとうございます、非常に東京へ来られてとても嬉しいですし、大変光栄に思います。 Thank you very much. まずは私からいくつかご質問があります。作品は本当に衝撃的でありました。日本の場合、映画の中の信仰、宗教、カルト教団といいますと、過去に事件を起こした教団以外はあまりリアルでない形で描くのですが、この作品はまるでドキュメンタリーのようなリアルな迫力がありました。どれほどの、リサーチ、取材、そしてどれほど現実に近い話なんでしょうか。A question from our MC we'll start off with. It was a very impactful film, a very strong film. Usually in Japanese film, when we see cult or religious cults being depicted. I started to seek up people that had been in unhealthy environments, Christian environments. I knew about some of them before, and I started talking to them.And I found out that there are so many different directions within these churches that spring out of the Pentecostal congregations that I didn't know about. So I thought that I would try to portray Norwegian Christianity today, in a broader way.はい、かなり、いろいろリサーチを重ねてからこの作品を、その脚本を書いたのですが、まずは、いろんなやっぱりいわゆるこうあまり健全でない環境に、いる人たち、前からこういった宗教や、そのカルト教団はあるっていうのは知っていて、そしていろんな信者の話も聞いていたものなんですけれども、調べていくうちに分かってきたのが、いろんなその現代 の, そのいろんなカルト教団があるのですが、どれもこ の, あの劇中にも登場しましたが、ペンテコスタル教会、その宗派から派生しているものが多いです。ですので、この作品を通してノルウェーの今 の, その現代 の, そのキリスト教文化といいますかを広範囲に描きたかったという思いがありました。でこういうあの作品に登場するいわゆるモダンな、これノルウェーではフリーチャーチというのですが、なるべくリアルを意識して、した作りになっています。で最初にその登場するそのフリーチャーチ、劇中に登場するフリーチャーチは、やっぱり、いろんな人たち の, その、元信者だったけれども脱退しましたみたいな、いろんな人たちのお話を聞いたりして、そういった証言をもとに作って、私自身もいろんな集会に顔を出してみたりしたのですが、あとはインターネットで調べたりいろんなドキュメンタリーを見たりして、その結果、ああいうものを作りました。この最初のに出てくる団体は、ヒールソンというその宗派といいますか教団があるそうで、ノルウェーにはこれはアメリカの、その教会をにインスパイアされた、あの宗教団体のようなんですけれども、それが、インスピレーションになっています、ベースになっています。そして2つ目の団体は、このテレビでいろいろこう説法するわけですけれども、その信者がリーダーが、これはビジョナリー・オブ・ノーウェイという実際に、こういう団体がありまして、それを模して作っているものです。
そして一番最後にその登場する教団は、これにはちょっと私自身の中でちょっとモラルの問題を感じて、まあ、いろんなその証言を、聞いたものでですから、まあ、それをもとに作っているんですけれども、やはり誰もそういう信者たちは名乗り出たくないっていう、まあ、そういう現状がありましたので、特定の宗教を指さすようなそういうことはしたくなかったので、これは完全にフィクションの世界です、一番最後の教団は。ですが実際に起きていたことはリアルに基づいたものになっています。となりますと、当然そうしたカルト教団からこの映画の存在中身をしたところからの反発、あるいは信者の皆さんからの反発などがたくさんあったと思うんですけれども、その映画を作った後のですね、影響について教えてください。It's been a lotof articles in the Christian papers in Norway, but also the more national papers. And actually, we have also had so many reactions from people that have these experiences coming up to us saying that thank you for showing that this is something that exists.いろいろやっぱり公開されてはいる、公開されてからはいろいろありまして、まあ、当然ながら新聞にも取り上げられましたし、キリスト教系の新聞ですとか全国紙にも取り上げられました。中にはこの映画を見たお客さんの中には、良いリアクションをしてくださった方もいて、実際私自身も同じような経験をしてきた、これを映画で見せてくれてありがとうと感謝されたこともありましたが、この映画に対する批判としてまずあったのは、あなたがこの映画で描いているこの問題っていうのは、ごくごく少数派であって、そのこちら側の構造的な問題ではないと、個々人からに根ざした問題なんだということで非常に矮小化する、まあ、そういった意見が多々ありました。で、この映画の中で描いているようないわゆるモダンなその宗教団体は、口ではそのディベートは大歓迎だとか、まあ、このことについてはもう話し合わなければならないねと言うんですが、侵害だろうなという、なんかそういう心情といいますかは伝わってきましたね。往々にして、その彼らが言うのは、あなたがこう描いているこの映画にはそのキリスト教、まあ、キリストが伝えようとしているメッセージは何ら描かれていないと、いうふうに言うんですけれども、そここそが私が描きたいことでありまして、その宗教団体のこの組織の在り方だとか、物事の運び方、その中にはそのキリスト教のメッセージが、むしろないと、この教団たちの中にこそないと私は感じていまして、まあ、こういった教団に入信する人たちは非常にやっぱりこう密閉された社会に入るわけですから、抑圧が多大なる抑圧があるわけですね。でそういう中で、彼らは何を感じるかというと、その彼らが、ありのままの、その自分として生きる余白がない、そういう団体においては、だから自分は、キリスト教徒として信者として至らない、足らないというふうに感じてしまう、そういう状況に陥ってしまいます。でまあ、いろんなテレビにも出演させてもらって、まあ、いろんな宗教団体とパネルディスカッションなどもしたんですけれども、やはり気になるのは、その教団の在り方 に関してその問題の核心をつこうとしない、そこの議論をはぐらかされるっていうことが結構ありました。そしてより極端な宗教団体はもうほとんどこうディベートどころかもうインターネットにヘイトをかきたてるみたいな、そういう状況でした。 Thank you very much.非常に、まあ、いいでしょう、感想いいです。ヨセフィーさん、You are very, very nice dancer. Thank you. この役を受けるのは、ダンス以外で本当に覚悟がいったと思うんですが、演じていく受けで、どこがとても大変でした？So, of course, you're a wonderful dancer, but it must have taken a lot of determination to take upon such a challenging role. Can you tell us why or what drew you? I think one of the things that drew me to the role was exactly what you're saying, that I knew it was going to be a challenge, and we all love challenges. So, I think it's like challenging in so many ways.
はい、まあ、やはり笠井さんがおっしゃってたように、そのチャレンジングな、これは非常に難しい役だろうっていうところにこそやりがいを感じたというか、あえて挑戦してしてみようと思いました。まあ、そのチャレンジングであるっていうのはもちろんいい意味でなんですけれども、きっと体力的にも肉体的にも精神的にも、まあ、いろんな困難が立ちはだかるだろうと、思いながら役に挑みました。で、その監督がこう要求している芝居にも興味がありましたし、監督が、このその映画を通して伝えたいことのこのメッセージに魅力を感じました。そう、まあ、そうは言っても一番魅力に感じたのはこの監督と組めるということでした。素晴らしい監督ですので。この役を通じて宗教に関する、あるいは信仰心に関する考え方、何か影響を受けましたか？ I don't think it has changed my, my opinion of faith or believing, because I am, but I have learned very much about the Christian communities in Norway. There's so many things I didn't know, and I was so lucky when I got the part, I also started going along with Jorunn to.はい、特に、まあ、そのキリスト教あるいは宗教あるいはこう、信仰心に対して何か変わったというわけではないのですが、少なくとも言えることは、まあ、この体験を通していろいろ学んだということですね。ノルウェーにおけるキリスト教社会について、まあ、いろんな新しい発見がありました。実際この役を引き受けてから、決まってから、監督のヨルンさんと一緒に、まあ、あの日曜日の集会に出かけてたりしたんですけれども、こんなにもいろんな宗派があるんだっていうのが驚きだったりもしました。そういった中で、まあ、いろんな牧師さんと話してみたり、あるいは、信者さん、あるいは同じようなこの映画で描いていることと同じような経験を、している、まあ、元信者、とも話したんですけれども、なるほどこういう問題があるんだなっていうのは、以前は意識していなくても意識するようにはなりました。でもだからこそこれはすごく大事な映画だと思っていて、このようにしてこういう問題をこうテーマとして掲げて、ちゃんとこう問いを呈している、作品、まあ、この作品はとても大事だと思っています。その社会を、そしてノルウェーのにおける宗教の文化を、振り返る上でとても大事なことだと思っています。 Thank you very much。 すみません、ちょっとこちらの質問長くなってしまいました。皆さんの質問を受けたまわります。質問のある方、手を挙げてもらえますか？手前の方、Tokyo Borderless TV